皆さんどうもこんにちは、ママ太郎です。動画を見てくださりありがとうございます。あとチャンネル登録してくださってる方々もいつもありがとうございます。と今回なんですけれども、4月16日ジェットというトーナメントに出てきました。はい、まあ、結果もお伝えしたいと思うんですけど、まあ、今後多分8月にダーツ祭りとかもありますが、あの大会に出ようか出まいか迷っている方の背中を押したい動画となっております、個人的に。なのでぜひ迷っている方は、まあ、結果から言うとマジでトーナメント楽しいから出た方がいいっていう話です。でもまあそれ以上に L に大会に出てなんか楽しかったとかいろいろあると思いますけど、なんかその自分のダーツの感覚とかもなんかいろいろ得られるものもあったので、まあ、ぜひお時間が合う方とかいらっしゃれば、そのね、なんだっけ、そのトーナメントジェットも今後いっぱいありますし、各地域にありますし、あとはそのフェニックスカップだったりとか、あとなんか年一でフライかな、なんかパーフェクトの開幕の時にフライとかありますよね。あと何、まあ、なんかまあいろいろトーナメントが行われてると思うんですけど、なんかそういったのもぜひぜひ出てみてはいかがかなっていうおすすめの動画となっております。あとは自分の今後の話とかもちょっとしていきたいと思いますので、もしよかったら動画を見ていただければと思います。そうですね、緊張してダーツわかんなくなってダーツ記憶喪失になった時のお話もさせていただきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではまあそうですね、最初にじゃまずジェットの話からしようか。ジェットの会場の雰囲気なんですけど、ちょっと動画も撮ってきたのでそれも合わせてお伝えしたいと思います。長野ジェットはちょっと狭い会場だったみたいで、フェニックスの台がたくさん並んでいて、真ん中にこう各、お店の、ダーツバーさんかな、そのエントリーしたダーツバーさんの場所があって、その各人々エントリーしたお店のところにこうお席があるっていうような感じでした。でかなり人が多くて、本当にすいませんって言わないと通れないぐらいの感じでした。で会場は BGM とかかかっていてめっちゃにぎわっていて、あとコントロールですね、そういう運営さんのマイクとかも飛び交わってるような、結構そのガヤガヤしてるような感じでした。なので私は家で投げてるのがメインですし、 大会とかそういったトーナメント慣れもしてないので、めっちゃ音とかが入ってきて結構パニクった記憶が残っております。でも、まあ、それ以上にたくさん得られる楽しみとかがあった感じですね。私は埼玉から長野に引っ越して友達がいないので、こういったダブルス、あ、そうか、で Z とか大体トーナメントってダブルスエントリーからのなんか多分シングルスエントリーかな、でダブルスペアがいないと出れなかったりするので、私こういったの出れないかなと思ったんですけど、まあ、今回そのペアを探している方がいらっしゃって、縁があってエントリーさせていただきましたが、やっぱりもっとたくさん出とけばよかったなってすごい後悔があって、なんかなかなかいっぱい出てたら今回組んでくれた子にもこう貢献できたのかなっていうふうに思ってて、結局試合経験が少ないので本当に何もできなくて、ちょっとそこが後悔しちゃった感じですね。なのでジェットとかそういったトーナメントとか多分、ね、どこも同じような感じだと思うんですよね。こうワイワイしててでダブルスでエントリーしてみんなで頑張ろうみたいな感じだと思うので、もしその出れる環境があるのであれば、ぜひこれを参考にエントリーしてみてはいかがかなと思っております。やばい、鼻がかゆい。今回はなんていうんだろうな、シングルスからの大会開始だったので、
8時半受付開始の9時半開会式で、開会式までの時間の間に各自アップができるようになっていて、で開会式を終わってゲームオンって言ったらもうすぐシングルスが始まるような感じの流れでしたね。で、シングルスベスト8のところまで試合が終わったら一回打ち切って、ダブルスの、予選ロビンですね、6チームで多分4回かな、6チームロビン6の中で4回戦って、それの勝ち、レグ負けレグとかの集計で、予選通るか通らないか、決勝トーナメントに行けるか行けないかっていうのをやるような感じの流れでした。で、そうですね、でご飯とかはなんか1000円の1000円券みたいなの、こう100円の券が10枚ついてるようなやつを1000円で買って、300円のジュースですってなったら、その100円の券3枚ちぎってお願いしますってやったりすると、こうジュースがもらえるっていう感じでしたね。で、あと何だったっけな、でそれのなんか上に抽選券みたいなのがついてて、それになんか名前書いて、名前となんか欲しいもののところにこうポッて入れると、なんかこうやって抽選みたいなのでなんかくじ引きしてくださって、それがなんか豪華商品が当たったりするっていうイベントもありましたですかね。すごい楽しかったですね、本当に。ちょっとダンスはボロボロでしたけど、はい。で、まあ、そのボロボロだったダッツの話なんですけど、今回その参加させていただいたジェットっていうのはプロの方もいらっしゃいますが、ほとんどがやっぱり一般のダーツ大好きな方々が参加しているもので、お酒もすごい飲めますし、めちゃめちゃガヤガヤしてましたので、なんか満喫とか家でこう静かな雰囲気で投げてたりとかすると、もう BGM もまた人の笑い声も人の声援もめちゃめちゃ入ってくるので、私はなんかそれもちょっとパニックになっちゃいましたし、あとなんだろうな、なんかその試合の方向もなんか各自でやってくださいみたいな感じなので、なんかその台に行ったら、まあ、2スロー投げてじゃんけんポンして、まあ、勝った方からこうフォーク投げて、でフォークが決まったらじゃあお願いしますみたいな、ですぐ501始まって、クリケット始まって、でまっすぐレグ始まってみたいな感じで、すごい淡々と進んでいくので、なんかその最初にまずもっと緊張してしまって、自分の投げ方わかんなくなって、手が震えて離れなくて、なんかもう軽いイップスになるんじゃないかっていうぐらいもう投げれなくなっちゃって、恐怖心を覚えたのが記憶に残っております。でそこでテンパるんじゃないですか、まず。そしたらね、もうそっから終始ですよ、ずっと。ダブルスの予選終わっても、その翌日の夕方もずっとその感覚が残ってて、ダーツ投げるのが怖いっていうぐらい緊張しました。で自分の投げ方分かんなくなって、ダーツの記憶が飛ぶっていう現象が起きました。なので大会とかは本当バカず踏んで慣れたらいいなってすごい思いました。なので大会出たいって思ってる方々は、あ、でちなみにこちらのレーティング、今そのロボット戦ったりとかしてて、皆さん見たことある方ご存知かと思うんですけど、まあ、大体レーティング10以上あるんですけど、大会に出てレーティング3とか5とかかな、なんかワンブル入るか入らないかぐらい、クリケットも1本2本入るか入らないかぐらいしか出ませんでした。なのでなんか打てる打てないとか、上手い下手とかそういう問題じゃない気がします。やっぱり楽しんでしっかり投げれた方がやっぱり勝ちますし、実力ある方がやっぱり勝ちますし、まあ、緊張しやすいタイプなので、まあ、若干ちょっと予想はしてたんですけど、いやそれ以上になんかすごいプレッシャーがありましたね。なんかわかんないですけど、でもなんかこればっかりはなんだろう、やっぱり楽しみながらできたことはすごく良くて、
あのペアの方に本当大変申し訳なくギターとしかできなかったんですけど、でも個人的にはなんかすごい楽しかったですし、友達がやっぱ越してきていなかったので、なんかダーツバーの、ね、女の子とか話してくれて本当になんか楽しかったなっていう記憶があります。なので、あの今後あのダーツ祭りとかあると思うんですけど、エントリーとかすごい迷ってる方、迷ってる方はマジで出た方がいいと思います。ダーツ好きで、あの、ね、なんか友達と一緒にやってみないとか感じてる方は、あのダメ元でいいと思います。出てみて良ければやればいい、今後また出てみて、ね、いろいろ経験積んでいただければと思いますし、なんか自分には合わなかったなって思ったら、あのでまた一人でバシバシ打ったりとか、あの友達とダーツバーとか満喫とかでバシバシ打つとか、なんかそこの選択肢は本当皆様にあると思いますけど、なんか大会に出てみたいけどどうしようとか、なんか打てないのに出るなとか、なんかツイッターで一回見たことあるんですけど、でなんか打てないのに出る必要あるのかとかは本当無視していいと思います。やっぱなぜ打てなくても打てても上手くても上手くなくても、やっぱ本人が楽しむか楽しまないかとかだと思うので、なんかね、本人にやってみたいって思うのであればぜひ挑戦してみるべきだと私は思うので、今後もいろいろトーナメントあると思いますが、あのぜひあのチャレンジする方は頑張っていただきたいと思いました。はい、では行って、記憶喪失の話なんですけど、本当にあのフォームが分からなくなって手が離れない、手からこう震えて離れないので手首だけ使いまくってたら、結局あの手と腕で投げてて体全体でダーツを投げることを忘れてしまっていたので、なんかあの 手だけで投げるとやっぱり左右と上下のブレが激しくなるんですよね。そうするとやっぱりワンブル入るか入らないかぐらいの実力になってしまうっていうことがあるので、それを今回学びました。もっとね、体全体しっかり自分のことを見直すべきだったかと思ったのと、そうですね、やっぱ自分のダーツを見失ったらダーツを投げれないっていうふうに思ったので、今後もしっかり練習して頑張っていきたいっていう風に思いました。多分これは今回のようなジェットのような大会以外にも、今後自分が挑戦していくパーフェクトの大会でも絶対に言えることだと思うので、頑張っていきたいと思います。そうですね、で今回初戦にシングルスの初戦にあのパーフェクトプロの方と対戦することがあったんですけど、やっぱり緊張、プロの方と対戦することもなかなかないので、ちょっと緊張してしまって全然投げれなかったんですけど、自分の目標としてはなんかマジで勝ちたいなってすごい思ったので、今回負けてしまった選手の方に今後リベンジをね、やっぱりなんかロビン抜けを目標にしてたんですけど、じゃあダメだなと思って、本当優勝したいっていう気持ちがすごく強くなったので、どの大会でも優勝できるように今後は自分も活動していきたいと思っております。子育てもしてますが、負けないよう努力して練習したいと思います、ね、はい、今後もよろしくお願いします。めっちゃ悔しかったね、帰りの車音楽聴きながら泣くぐらいジェットの大会が悔しかったので、負けないように頑張ります。以上です。に出たい方はぜひ
してみてください。以上です。ありがとうございました。